責めたって何よ。だって私を抱いてって言ってないわ。え、そうなの？抱きしめてっていうのはほらギュッとしててってことよ。うん、そうだよね。あら、お姉ちゃんってば、何を考えたのかな。別に何でもないわ。お姉ちゃんだ。エッチ。エッチじゃないわ。そんなはしたないこと思ってなんていないもの。本当に？お姉ちゃんってほら。ほら何よ。相手の心は読むけれど、自分の心はあんまり人に明かさないもんね。それはだって、そういうのずるいんじゃないかな。だってそれに私にはわかるよ。お姉ちゃん、何よ。お姉ちゃんは無意識のうちに誰かを求めている。人恋しかったり推しに弱いのが何よりの証拠だね。推しに弱いかしら。お姉ちゃんは激弱だよ。激弱。お姉ちゃんはいつだって人の心を読んでいるから、とにかく推しが強い相手、欲望にストレートな相手にはとことん弱いと見た。そんなことありそうでしょ。うん。でもそういうお姉ちゃんだから私もみんなも好きなんだよ。私はペットたちにも避けられていると思っているのだけど。それはないね。オリンもオクーも他のペットも見ててわかるくらいお姉ちゃんのこと好きだし、もちろん私もね。恋しい。うん、ありがとう。お礼の必要はないよ。そんなことよりも、さっきの添い寝相手は誰なの？それはあなたの文字がなんとなくだけどさ。何かしら。貴族の木に女だった気がしたんだけど。ええ、そのつもりだったわ。あーちゃーい、そうだったんだね、やっぱり。だってそうした方がいいって地上の天狗さんが。あの天狗ったらそういうお茶目大好きだな。まあみんなはそんなの無視して無意識のうちに勝手に自分に変換するからいいか。そういうものなの？そういうものだよ。それにしても結構大変だったわ。すっごく可愛かったけどね。そう？お姉ちゃんのことが大好きな人たちがこぞってもうロリコンでいいやって叫んでる姿が目に浮かんだもん。ロリコンって見た目はそんな感じだもんね、お姉ちゃん。やっぱり大人っぽくないかしら。うん、その方が可愛いしね。すっぱり言い切られるとなんだか気にならなくなるから不思議ね。妹の私から見てもすっごく可愛かったもん。そう？特にあの抱き止められてから。うん。お姉ちゃんが相手を押し倒すなんて！してないわよ！あれ？私の妄想？あなたそんな妄想していたの？うん。元気いっぱいに返事するのね。だって私、お姉ちゃんがなんかエッチっぽくドキドキするセリフを言いまくってくれたら、それだけでご飯3枚はいけるよ。エッチっぽいって、それにご飯って。禁断の姉妹愛編って作られないの？禁断すぎるからないと思うわ。作られなくてもいいからしちゃおうよ。お姉ちゃん、さらっととんでもないこと言うのね、恋しい。お姉ちゃんが誰か他の人のものになるくらいなら私が奪っちゃいたいからね。とんでもないこと言うのね、小石。冗談だよ。冗談だよ。なんか寒気を感じたわ。お姉ちゃん、ヤンデレって好き？何？ヤンデレ、ヤンヤンでデレデレする感じ。トラウマとかがあるせいでちょっと行き過ぎちゃう方のことかしら。そうそう、
好きだよね、トラウマ。別にトラウマが好きなわけではないけれど、想起させたりはできるわね。よし、ならばち。さっきから何のことなのかしら。私がお姉ちゃんのこと大好きってことだよ。あ、それはありがとね。なので今から私がお姉ちゃんと添い寝して、あんなことやこんなこと、あげくの果てにあんなことまで。どんなこと。私の心は読めないお姉ちゃんは何をされるのかわからないまま、私ちょっと急用を思い出したわ。おっと逃がさないよお姉ちゃん。小石、ほら私たちは姉妹でしょ。だからほら、さあ一緒にお布団に行こうね。ちょっと小石、ほら。こうして小明治姉妹は長い夜を過ごすのでした。なんでナレーション？いいからお姉ちゃん。ちょっと小石、待って。